皆さんよろしくお願いします。哲学とです。今回はまあハイデガーを理解する前段階として、まあ、サルトルと実存という話をしたいんですけども、まあ、実存というのは自分の可能性を見つめて生きる存在であり、まあ、可能的存在というような言い方もされます。で、人間は実存として常に自分ただ一人の選択を繰り返し、自分の存在を変化させていくと。人間は自分の可能性を空想することもあると。まあ、例えばその自分がスポーツ選手になる姿だったりとか、まあ、いろんな姿っていうのを空想することがあるわけですけども、まあ、それが空想にとどまる限りでは、その可能性っていうのは、まあ、自分の存在とはならないんですけども、まあ、そういったあり方っていうのも、自分の存在との関わり方の一つとして、まあ、考えることができる。まあ、こういった実存の考え方っていうのは、もともとそのハイデガーの存在と時間からサルトルの影響を受けて導き出したものですので、まあ、そこら辺もちょっと踏まえて、存在と時間の中身を見ていきたいと思います。どうもありがとうございました。